バイク女子チャンネル。皆さんどうもこんにちは。パピプペパルパルどうもパルパルです、今回はですね、冬の防寒対策のご紹介をしていきたいと思います。こちらはなんとですね、安い長持ちするコンパクトという3大いいねが揃った、ものでございます、しかもですね、 TR ではなくて私が実際に去年とかずっと真冬に使っていて、使いやすいなと、いいなと思ったものをご紹介したいと思います。来週あたりからですね、10度を切るみたいなので、関東でも、皆さんもしよろしければ使っていただければと思います。で、これからお役立ち情報をですね、発信していきますので、よかったら下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録していただけると嬉しいです。コメントといいねもお待ちしてます。それでは早速商品の紹介をしていきたいと思います。なんか商品の紹介をっていうとさ、通販番組してるみたいになってくる通販番組ではないんですけど、紹介します。それは何かというと、じゃじゃーん、こちらでーす。あ、逆さだった、ちょっと待って。はい、腰ホットンです。はい。で、こちらがですね、どういうものかと言いますとですね、要は北海道ではあるんですけども、北海道って、まあ持っても8時間とか、そのぐらいだし、結構このちっちゃいじゃないですか。で、すごく暑くなったりとかするから、低温やけどしたりとかするのを経験したことを私もあるんですけども、こちらはですね、なんと、その辺のマイナス面をすべて解消したものなんですよ。まずサイズがね、26センチあるの。で、48度までしか上がりません。そしてですね、なんと、一番私が押したいポイントが、ここです。40度を維持する時間、16時間って書いてある。すごくないですか？はい。16時間ね。そして、安心の日本製です。まあこの裏に書いてあるんだけど、こんな感じになります、貼ると。後でやってみるね。こんな感じになります。で、本当にこれはですね、つけていて心地よい暖かさにしてくれるんですよ。そんなすごい暑くもなく、で、広い箇所をじんわり温めてくれるっていうのがとてもポイントが高いと思います。ちなみにお値段なんですけど、お値段も私さっき安いって言ったじゃないですか。電熱ってAmazonで見たら、3000、4000ぐらいで売ってるのもあるんだけど、多分ね、そういうのって壊れるんだと思うんですよ。あと電熱とかって USB 繋げなきゃいけないから、非常に手間がかかったりとか、いろいろあると思うんですけど、そういったのもなく、安く使えるっていうので、おいくらかと言いますと、ほんと、ショッピングしてるみたい、テレビショッピング。なんと、1箱10枚入りで、Amazon 価格682円です。今ね、これ撮ってる時点でね、すごくない？ 10 枚で682円だから、ちょっと高く見積もっても1枚70円ってことなんですよ。で、これ1枚だけだと、真冬だと寒いので、まあ、2枚かな？ 3 枚使うか使わないかぐらいなんですけど、使います。で、Amazon の購入のリンクは、下の概要欄に入れておきますので、よかったらそちらから、購入してみてください。概要欄開いていただいて、で、Amazon のリンクをですね、一番上の方に貼っておきますので、クリックしていただけると、一応ここに飛べるようになっています。もしかしたらもう冬なので完売してしまうかもしれないので、早めに買うことをお勧めします。私はね、3箱ぐらいまとめ買いします。すごく使う。普段からもいいです。ヒートテック着て、その上に貼るとかすると、非常にですね、暖かくなります。はい。じゃあこれをですね、開けていきたいと思います。ここに切るところがついてるんでですね、すぐ開けます。ペロッと開いて、で、出てきます。今暑いところにいるから使わないのに出しちゃった。ちょっともったいない。で、こんな感じで表、裏、ってなってます。で、これをですね、貼るんですね。こう、ちょっと待って。が邪魔だ。貼る場所はこの辺に貼ってもいいし、私はね、いつもね、ここに貼ります。ここに貼りますあとここね、うん、電熱もだいたいさ、暖かくなるのってこの辺とかじゃん。
このだからなのでこういうところにこのね背中はすごいおすすめです。あの風邪ひいてる時とかにもこれを貼るとあととても温まって結構すぐ治ります。なんかここを肩甲骨をね温めるとね免疫力が上がるのかわからないんだけど本当治りが早いのでおすすめです。あ飛んでっちゃう。でまあこれをねペリペリっとペリペリっと剥がしていただいて貼ります。はい。でね結構重いから落ちやすいので肌着着てこれを貼って上からもう一枚着るときちょっと注意しながら着てください。はい。そのくらいかな。うん。あとはねもう別に安定の切り灰ですよ。切り灰貼るっていう CM あったよね。でね あとこれね真ん中ね割れます。ここなので別々のところに貼りたい場合はそれも可能です。ここが線が入ってるんでこれこの感じでペリッとできます。例えばヒートテックを着てでこれを貼ってその上にちょっと厚手のニットを着るとかすると結構いい感じに冬でも暖かくツーリングできると思います。まあそんなね暖かくって言っても限界はありますけど電熱買う電熱の例えば安い電熱その3000円とか4000円のやつを買うよりもツーリングって別に毎日行くわけじゃないじゃないですか。その毎日ね乗られる方はそっちの方がコスパがいいと思うんですけど、でもまあこれ700円だとしたら3000円分買ったら何枚買えるんだろう。4箱5箱ぐらい。5箱は買えるね。一番安い電熱と比べても。ってことは50枚買えるんですよ。だから1日2枚使ったとしても25日使える。すごくない？で、しかも別に壊れるとかもないし、まあなくなりますけどね、使い捨てだから。ということで、おすすめポイントとして今まで最初に言いましたけど、1枚70円、軽い。長持ち、かさばらない。なんかもういろいろといいところが揃った。今のところ私の中で一番ベストかなって感じですね。毎年電熱買おうか買おうか迷うんですけど、これがあるからいいやって思っちゃう。体は。ね、手は買いたいですね。グローブはほんと買いたいんだけど、まだ買ってないんだよね。買ってないんだよ。グローブはね、手指先は本当に冷たくなるから、あった方がいいんだと思うんですけど、これはね、もう体はこれで十分だと思います。で、下はさ、別にさ、冬用のすごい分厚い生地のやつをつけてもらえれば、履いてもらえれば別に構わないと思うので、で、購入の方は先ほども言ったように、概要欄に Amazon のリンクを貼っておきますので、そちらから購入していただけます。売り切れちゃってたら申し訳ないんですけど、ちょっともしよかったら試しに一箱だけでも購入していただければね、いいと思います。薬局とかでも売ってることあるんですけど、なんか置いてないところもあるので、この腰ホットミン、これなんだよ。肩とかもあるんだけど、腰、これです。はい。腰が一番長持ちするんで、はい。腰を買ってください。で、もうおすすめポイントとかもうすべて話してしまったので、もうこれ以上話すことがないので。ちょっと私が今着ている水着でも、別にそんなの見たくないという方は、もう下のリンクからAmazonへ飛んで購入してください。全然なんかうまく映らない。こんな感じです。今一人で撮ってるからね、これね。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらですね、チャンネル登録とコメントと高評価の方をいただけると嬉しいです。高評価はこのグッドボタンです。こういうボタンです。画面の下にある。チャンネル登録は赤いチャンネル登録って書いてあるところです。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。